い、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、トイレ成功への道3つのポイント、今日はこれいきます。3つのポイントです。まあ、トイレね、なかなかこううまくいかないのか、どうしたもんかと、匂うし、掃除せないかんし、掃除しようと思ったらまだこう噛んでくるし、もうたまらんわみたいな感じで、結構ね悩む方多いと思います。で、いろんなやらない方ね、あったりだとか、やることもいっぱい確かにあるにはあるんですけども、まずあるあるとしてこの3つ先に押さえておきませんかっていうところを今日ちょっとお話していこうと思いますので、まあ、トイレに悩んでいる方ね、結構大変だと思います。この3つ、ね、今日から実践できることなんで、ぜひねチェックしてほしいかなと思います。では本題に入る前に、お知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram しています。ブログの方は僕の思いを発信しています。インスタグラムに関しては、ここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。はい、というところですね、3つのポイント早速行こうと思います。まず1つ目なんですけども、失敗しやすいものの排除です。失敗しやすいものの排除。2つ目っていうのは、トイレは清潔に。はい、なんか人間みたいですよね。最後の3つ目、場所を限定することです。この3つをまずは押さえることです。で、今日からすぐにできるんで。はい。で、まずね、失敗しやすいね、ものの排除ってことなんですけども、ワンちゃんはトイレとトイレじゃないのっていうのを判断しづらい状況になっている可能性が非常に高いです。はい。例えば、カーペット、座布団、あと畳の部屋とか、ね、結構吸水性がいいところ、でトイレと勘違いしやすいんです。なのでよーく見てみると、いつもここで失敗しとるなっていうのは何かね、共通点があるんですよ。で、大体吸水性が良かったりする場合が多いです。絶対じゃないです。はい、場合が多い。なので、じゃあそれどうしたらいいのかって、ずっとそこあったらトイレと勘違いしてるから、まずはのけましょう。もうそれが一番早いです。はい。で、次2つ目なんですけどね、トイレは清潔にね、これ人間も一緒です、ね、汚れているところでトイレしようって嫌じゃないですか、なんか、ね、今考えた時ちょっと嫌だったんですけど、そうだからワンちゃんも一緒なんです。汚れているのは嫌です、はい、すごいやっぱり清潔好きにね、綺麗好きなんですよ本来は、ね、めちゃくちゃ留守番がめっちゃ長いと、ね、あのそれがなくなったりするんですけど、基本的には綺麗好きなので避けます。はい、あ汚れてるわと思ったら、その横でしたりとかっていう現象が起きやすいんですよね。なので常にきれいにしてあげることっていうのがめちゃくちゃ大事です。これが2つ目ですね。で、最後の3つ目、場所を限定する。これ何かというと、広ければ広いほどその分失敗の可能性がめちゃくちゃ上がるんですよ、ね、リビング行ける、廊下行ける、寝室行ける、2階のお部屋行ける、さあどこでもやっていいよ、どこでも広いよ、トイレはこの1箇所だけだよ、リビングのこれだけだよ、失敗しやすいです。はい、もちろんね、その分他のところにたくさん置けばいいんですけども、大変じゃないですか、現実問題。なのでまずはリビングだけで仕切って、トイレをいっぱい置いておくっていう形で、やっぱりね、まあ、例えば2階で折って、あトイレと間に合わない場合が非常に多いんですよ。寝室折って、あんなうまいトイレ行きたくなったら、うん、あ目の前に布団あるじゃんって、じゃあそこでしょとかってなったりするわけなんです。はい、なのでと、ね、2階に行けないようにする、寝室に行けないようにする、畳の部屋に行けないようにするとかね、それから仕切るということをやってください。はい、まあ、こういった形でね、ワンちゃんが理解しやすいようにね、こちらが考えておくこと、失敗しやすいものの排除ね、トイレは清潔にすることね、場所を限定すること、これ全部今日からできることですね。そうやって少しずつ成功率を上げていくということで、必ずやってみてほしいかなと思います。まあ、こういった感じで参考になりましたという方、よかったらね、コメントいいねいただけると励みになります。よかったらお願いします。じゃあね、このしつけるにあたって、トイレにあたってなんですけども、大切なポイントをお話しさせてもらいます。これ絶対やっちゃダメですよっていう話です。では今日の宿題はこれです。はい、じゃあですね、今日はね、トイレ成功への道ってことでお話しさせていただきました。ね、これじゃあね、こういう3つやっていくんですよ。じゃあ逆に何しちゃダメなのか。いっぱいあるんですけども、一つ言います。それは何かというと、叱ること、つまり叱っちゃダメってことです。叱らないことです。はい、叱るとね、ほんまにもう目の前でせんくなって、で外だけでするようになって、雨やね、ハローが風邪ひくことずっと外なんですよ。きついですよ。
ね、さ、コインちゃんのうちにやっぱりね、あのきちんとやっておけばいいんですけど、コインちゃんのうちにこけるとずっとこけるんで、なので結構ね、ね、もう叱っても自分のイライラが発散されるだけで成功には遠のきますから、遠のきますからね。なのでね、叱らない、グッとこらえて、じゃあどうしたらいいのかなっていう形でやってほしいかなと思います。まあこういった形でね、まあそうは言ってもなかなか難しいもんです。イライラしますね。そうだからこそね、うちで言うとしつけ教室でみんなで勉強していってます。うちでね、その入学説明会がっていうのはですね、しつけ教室の前の段階です。そこでもね、しつけの大事なところをお話しさせていただいておりますので、1歳未満のしつけで悩む方、トイレで悩む方っていうのはぜひ概要欄からチェックしてみてください。まあこういった形で、こう今日はね、トイレ成功への道っていうことでお話しさせていただきました。今日から3つこれ必ずできますから、あとは実践するだけです。ぜひ頑張ってやっていきましょう。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。